サッカーファンの皆さん、こんばんは。スタジアムはあいにくの雨、水を吸った芝が今夜のゲームに思わぬ影響を与えるかもしれません。さあやっていきましょう。 FIFA21 監督キャリアモード続きからやっていきます。シーズンも、中盤戦に入っていき、後半戦ですね、二十何節だと思うんですけど、ベローナ戦いきたいと思います。さあやっていきましょう。ベローナ戦です。実況の裏でですね、何試合かやってはいるんですが、そんなに言うてもそこまで進んでいない状況なので、まあ前回は配信でやりましたけど、またね動画でやっていこうということになっておりますが、若干ねモチベーションがっていうところもあるので、投稿頻度を若干落としましたね。はい、他の実況との兼ね合いも含めて、1週間に1本ぐらいのペースでやっていこうと思っております。はい、なんですが、ベローナ戦は確か開幕戦違ったかな、そのあたりででも戦ったような気がするので、やっぱ後半戦に入ってるよね。さあしっかり守っていこう。 OK。 やっぱりこのゲームの難易度っていうのがまだちょっとね、まあ今のところはワールドクラスでやっていければいいんですが、ですね、もう一個上げたいんですよね、本当は。元々の始めた難易度から一個上げて、また戻したっていう感じなんですけど、その一個上げてっていうところで、本当はやりたかったんですが、まあ自分の技術不足っていうのもあって、まあチームのね、選手層もあれなんですけど、移籍も難しいしね、っていうのもあって、ワールドクラスの難易度からね、まあ上げるのはまだ早いなという、判断になっているので、忘れられないキャンペーン。OK、ボールバッター。ザザを使ってスルーパス。OK、来た、ゴンザレス。シュート。よし。よし。多分、ワールドクラスにしてから、戻してから、ほぼ負けてないんじゃないかっていうぐらいなんですよね。まあ、なので、もう少しちょうどいい難易度、と言われればもう一個上なのかなとは思うんですけど、うん。まあ、負けすぎるとね、イラついてしまいますので、まあ、この難易度でいいかなという感じですね。もう難易度の話については、しばらくしないようにしたいんですけどね。OK。あれ。これしっかり守って。嘘でしょ。しっかりキープして、守って、危ないよ。OK、OK、OK、OK。さあ、ここしっかり守ってカウンターを決めていきたいところ。うーん、これは、結構リアルなんだよな、こういうところ。しっかりクリアしていこう。ボールの左側に入って、OK。これは、ミスってくれた、ありがたい。さあ、前半も25分。まあ、1点先制できているので、そんなに焦ることはないと思うんですけど、やっぱりもう1点ね、欲しいね。前半のうちに。さあ、失点は避けたいところ。失点は避けたいところ、危ない。いやー。失点避けたいところって言った瞬間に奪われたね。よろしくないな。追いつかれてしまったので、これね、勝ち越していかないといけない。さあ縦、ゴンザレス。やっぱりね、このワールドクラスっていう難易度でもしっかり勝っていかないとね。クロス上げて、惜しい。いい感じのクロス上がるね。さあ、そして、ここは一個パスが通る。やばいよ。しっかり守って。よし。OK。縦に入れて、ザザ、来た。ザザ、よいしょ。正面か。
キーパー正面だけど奪っていく。ザザに渡ってシュート、よし、ナイスシュート、よし。得点ランキングもザザは結構いい位置にいるんじゃないかな。ナイスナイスナイス。リプレイを見てみましょう。全てはこの突破から。ゴンザレスからのザザ、うん、このパターンね。さあ追いつかれはしましたが、1点また勝ち越せたのでね、ここでもう一個落ち着こう。うん、マルコベナッシ、まあ失点はもうねしたくない。本当にこのね FIFA での失点の数っていうのがね本当に多かったので、よし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 、トリノですが、いいぞ。これは OKOKOK、まあ、走っていって、ドリブルキープ、ゴンザレスに、うわパスが通らん、ちょっと待って。ニコラカリ、いやーカウンターに気をつけたいところ。これ繋がれて、ちょっと待ってよ。サイドへ振りました。しっかりここキープ。ベナッシ頭越しにパスを送った。危ないよ、守って、うまい、うわーうまかった今、止めます。いやーうまかったね。カウンターいけんじゃねえか。カウンターのチャンス、ここは決めたい。いやー繋がらんか、今のとこ繋がらんか、残念。ただここで前半が終了かな。いいぞ。あーいやこういうところで終わっちゃうんだよな。スコアは2対1、もう1点のリードでもう1ね攻めたかったよね今の。さあ後半行きましょう。まあ前半2対1でねリードできているので、まあ失点を避けつつ決定的な1点取っていきたいところ。さあしっかりここは守ってからのっていう作戦 OK。 うーん、奪ってからのね、おーい危ない。さあここで早くも選手交代、なかなか手を打つのが早いですね。パス出してもう一回、いいよ、クロスヘディング、よし、ダイビングヘッド3点目、ゴンザレスナイス、いい感じに決まった。まあね、エースベロッティが怪我でいない中、ゴンザレスが決めてくれましたね。さあ、3対1でリードしているのを、うまいパス通すな、おい。トリッキーだね。この中央のラインでね、スルスルっと抜かれたくないので、しっかりこれ守っていこう。相手ボールにしてもいいので、お、また変えた。選手交代があるようです。さあここね一人プレッシャーいって、うわうまいパス、ただこれはオフサイドはない、危ない、しっかり守る、クロス上げさせない、よし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 、ボール奪いたいな、うーん奪えんか、奪えない。リバプールが選手を獲得しました。サルー、この遺跡はチームに大きなリバプールが、あこれはレフェリーがコーナーを指します。コーナーキックか、相手に当たっていますね。ここで選手変えよう。ザザはここまで見事ですね、試合に大きな影響を与えています。見事なゴールでした。ここクリアからのカウンター狙いたいね。オッケー、危ない、クリアして、ここはしっかりクリアされました。よいしょ、このパスは取りたい、取れない、さて高い。さあこれは試合はゴールキックから、ゴールキック、オッケーオッケーオッケー。スタジアム全体が熱気に包まれます。さあ一個サポーターの応援も、ディフェンスラインからしっかり回していって支配率もね上げていかないといけないね。さあ右サイド、これいいんじゃない、届くよね、オッケー、いいよ。さあいい感じ、ザザ、シモーネザザ、一回落としてゴンザレス、オッケー、これで3発目ですよ、絶好調ですね。ゴンザレスのハットトリックいいじゃないですか、素晴らしい。厳しい展開になっています。いやもう4対1だもんね。
だからね、難易度もう一個ね、上げたいんだけど、上げるとね、よろしくない成績になってしまうので、この1年はちょっと我慢して、まあ、優勝も、まあ、優勝までいけるかどうかはわかりませんが、うん、やっていこうと思いますね。のんびりと、うん、やっていこう。ご覧ください。さあ、フィオレンティーナと戦うのか、次、ベローナさんは。オッケー、クロスを防いで、うわ、いいパスが、危ない。よし、ザザ。いける、ザザから。ゴンザレス、そして、ザザ、さあ、ここ、クリアから、クリア。しっかり、クリアして、ちょっと待てよ。クリアしました。クリア。ヘディングで戻すか。オッケー。よし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 。これはカウンターを狙えそうです。いやー、今のパスはちょっとどうなの。左サイドさ。待ってよ。サイドへ展開します。しっかり守れ。危ない。このボールは。これは。待ってよ。危ないよ。危ねえ。ヘディング。くっそ。ダメか。ダメなのか。しっかり守って、OK よ。3分ある。いやー、くっそ。しっかり守って、これは、ゴールキック OK。あとはね、もう一個上のレベルに対してさ、っていうのと、まあ、チームがチームなので、例えばこれが AC ミランとかだとどうなるかとかね、まあ、しっかり見ていかないといけないかな。まあでもゴンザレスがハットトリックしてくれたんで、はい。いや、いい試合だった。どうしよう。そんなわけで今回のパートここで終わろうかな。まあ、1試合でも十分だと思うので、それよりもね、あの裏で進めていっての、またね、もう一試合というか次のパートに入っていきたいんですが、なかなかね、やる時間がなくて、っていうのもあって、どういう進み具合になるか今後わかりませんけども、まあ、とりあえずね、うん、監督が同じさ、ユニフォーム着とるもんね。なんか変えちゃったかな、まあ、その辺も見つつっていう感じで、今回はここで終わろうかな。はい。そんなわけで今回は以上です。お疲れ様でした。さよなら。